46号では車体中央前左側の第一天輪を取り付けます。今回付属するパーツです。最初でも後でも構いませんが、以前と同じ要領で履帯を組み立てます。次に誘導輪と同じ要領で、最初に02のパーツと03のパーツを切り欠きの溝を合わせて組み合わせます。次に中央の穴に組み合わせたスリーブを入れ、その上にパーツ04のアームを入れ、反対側からスプリングワッシャーとワッシャーを入れたネジ BB で固定します。ここもサイズの合った大きめのドライバーを使ってしっかり締め付けてください。01のパーツの突起を02のパーツの穴に合わせて入れ、反対側からネジ CC2 本で固定します。車輪が完成したら車体へ組み付けます。左側の誘導輪のアームに04のアームを組み合わせ、スプリングワッシャーと平ワッシャーの入ったネジ AA で固定します。次に05のパーツを車体の内側から入れ、04のパーツのアーム部分の四角い穴の形に合わせてはめ込みます。そうしたらネジ AA に平ワッシャーを入れて止めてください。これで46号の作業は終了です。